NHK は12日、2026年に放送予定の大河ドラマ第65作、豊臣兄弟の主演が俳優、中野太賀に決まったと発表した。それに伴い、制作統括の松川博隆氏のコメントが公式サイトに掲載された。大河ドラマ第65作で描くのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下克上サクセスストーリー。脚本は安博之氏が務める。中野が演じるの主人公は天下人の弟、豊臣秀長。歴史に if もしもはないものの、秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だったとまで言わしめた。天下一の補佐役秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。以下松川氏のコメント。